1914年25歳の番花や、長瀬番花8月17日昭和39年3月31日は、和歌山県出身の日本画家。国画創作協会の創立メンバーとして、大正時代の日本画界で活躍した、和歌山県西室郡、今野村に、資産家の三男として生まれる。本名、広尾、はじめ足明と号する。 明治36年14歳で大阪に出て、演算派の中川露月の下で4年間基礎を学び、その後京都の谷口香里塾に移る。明治42年京都市立絵画専門学校に入学。2年目には授業に出席せず、畑良や竹久夢二をはじめとする進歩的な若い芸術家たちとの交流を深めた。日本画に、 洋画的手法を取り入れた斬新な作品を発表して、京都の公募展で受賞。しかし文展では、洋画的画風が受け入れられず、大正2年文展京都会場前にテントを張り、旗てるおと、番下てるお展を、開催、半観展の姿勢を明確に示した。初夏の竜大正7年、京都市美術館像、大正7年、半文展の姿勢と、 自由な芸術の創造を共に求め立ちた幕宣らと国が創作協会を設立。同年の第一開国展に出品した初夏の竜は、その大胆な筆使いと濃厚な感動表現が一世を風靡した。以後、第二開国展に休み時、第三開国展に夕日に帰る漁夫を出品。いずれも従来の日本画に見られない、良感協調の陰影法と、 強烈な原色を用いている。大正10年秋から翌年秋にかけて、爆戦、筆教らと統合するも、かつての自由奔放な作風は減退して、洋画的表現を維持しながらも次第に、日本の古典的な題材と手法に移り、第六開国展に出品後は、中央画壇から離れていった。その後は、満州旅行を題材とするスケッチ展などを開催。 戦中より戦後にかけては、新州に疎開して、地元の画家や家人たちと白縁者を結成、地元の芸術文化運動に貢献した。昭和39年東京都狛江市で死去。去年75。野長瀬番花店、熊野古道中へ、地美術館、開館10周年記念特別展や古道中へ、地美術館、田辺市立美術館、2008年、132ページ。 初夏の龍、初夏の龍、2020年11月11日閲覧。AB、夢見る、画家屋、長瀬番華笠岡市立、秩序美術館、2002年、4ページ。異端画家、旗手両の奇跡、そして竹久夢二、の長瀬番華、戸張小岩、デカダンから光明へ、笠岡市立、秩序美術館、練馬区立美術館、京都国立近代美術館、 日本経済新聞社2003年203ページありがとうございます。